バンカーヒルの戦いは、アメリカ独立戦争初期、ボストン包囲戦中の1775年6月17日に起こった大陸軍とイギリス軍の戦闘である。大陸軍は、イズラエル・パットナム将軍が、イギリス軍は、ウィリアム・ハウ将軍が指揮を取った。この戦いは、両軍の当初の目標で、チャールズタウンの近くにある、バンカーヒルという名で知られているが、主戦場は、 隣の山で後にブリーズヒルと呼ばれた場所である。1775年6月13日、ボストンを包囲していた大陸軍の指導者たちは、イギリス軍がボストン市内から出撃し、市を取り囲んでいて、当時占領されていない丘を占領して要塞化する、作戦を立案中である、という情報を手に入れた。これらの丘を占領すると、ボストン港は、 イギリス軍の支配下に入ることになる。この情報に反応して、ウィリアム・プレスコットの指揮する1200名の部隊が、密かにバンカーヒルとブリーズヒルを占領した。その夜、プレスコットの部隊は、ブリーズヒルに土盛りの捕類を作り、チャールズタウン半島の大半にわたる、軽く防御を施した前線を築き上げた。6月17日の黎明イギリス軍は、 新しい陣地の出現を感知、攻撃した。大陸軍の前線に対する攻撃は、初めの2回が大きな損失を出して撃退されたが、3回目には、ホルイの大陸軍の弾薬が尽きていたためその陣地を占領することができた。大陸軍は、バンカーヒルを越えてケンブリッジまで撤退、半島の支配はイギリス軍に明け渡した。戦闘は、イギリスの戦術的勝利に終わったが、 それは、ピロスの勝利だった。というのも、イギリス軍の損害は、多くの士官を含む上に、大陸軍より多く、また、経験不足な民兵が戦闘で、正規軍に渡り合えることが証明された。そのため、この戦闘以降は、イギリス軍が守備の固い防御線への攻撃を、控えるようになった。大陸軍の損害は、イギリス軍のそれより、はるかに少なかったが、 ジョセフ・ウォーレン将軍と本戦闘における最後の死者で、あるアンドリュー・マクレアリが含まれている。戦闘後、イギリス軍のヘンリー・クリントン将軍は、このような勝利を繰り返していたら、イギリスのアメリカ支配は終わってしまうと日記に、記している。大陸軍のイスラエル・パットナム将軍か、彼の副官のウィリアム・プレスコットか、あるいは他の誰かが、敵の目の白いところが見えるまでは、 打つなと命令したというが、この命令を誰が発したかについて、歴史家の中で結論が出ていない。1775年のボストン地区の地図当時ボストン市は半島にあり、そこを取り囲む海と海を支配するイギリス海軍艦船によって近づくことすらできないように守られていた。1775年4月19日の歴史ントンコンコードの戦いで始まった武力衝突後は、 1> 約1万5千名もの植民地の民兵が死を取り囲み、事実上包囲していた。アートマス・ウォードが指揮する大陸軍は、ボストンへの唯一の陸路である、ロックスベリーネックをこそ押さえていたものの、海軍がなかったので、ボストン港内を支配するイギリス軍とは対抗できていなかった。イギリス軍は、トマス・ゲージ将軍の指揮下に、約6千名の勢力で市内を占領し、海から、 補給や援軍を得ることができた。そのため、イギリス軍は、理論上では、いつまでもボストンにこもることができた。しかし、ボストンの向こうにはいくつかの丘があった。民兵たちが十分な数の大砲を丘に配置すれば、ボストンに砲撃して、ボストンの中流軍に退去か降伏かの選択を迫ることができた。ヘンリー・ノックスはこの考えがもとで、ノックスの遠征を行い、大砲を タイコンデロガトリデからボストン近くまで運んだ。チャールズタウン半島は西北に狭く首になり、南東に約1マイルボストン港側に伸びている。ボストン半島とは一番近いところで1000フィート足らずだった。バンカーヒルは半島の北側にある高地で、標高は110フィートあり、標高62フィートのブリーズヒルはその南でボストンに近い方に位置した。 チャールズタウンは半島南端の平地にあった。ボストン半島側にはブリーズヒルとほぼ同じ高さの丘があり、コップスヒルと呼ばれていた。イギリス軍はコンコードからチャールズタウンまで退却したが、ゲージ将軍はこの半島の丘を即座に防御線とせず、戦闘の翌日にはボストンへ部隊を引き上げさせたので、チャールズタウン半島は無人地帯になっていた。バンカーヒルの戦い。 ハワード・パイルが1897年5月の間でイギリスはゲージからの支援要請に反応して援軍を送り勢力は約6000名に達していた5月25日、ウィリアム・ハウ、ジョン・バーゴイン及びヘンリー・クリントンの3将軍がフリーゲート艦サーベラスに乗ってボストンに到着したゲージは彼らとの包囲を破る作戦を立て始め6月12日には 最終案を作った。この作戦はドーチェスターネックを占領することに始まり、ドーチェスター高地を要塞化した後にロックスベリーに駐屯する大陸軍に向けて進軍するという手はずだった。ドーチェスターのある南側を抑えれば、チャールズタウンの高地は容易にダッシュでき、ケンブリッジの大陸軍を追い出すことができるという3弾だった。攻撃開始は6月18日に定められた。 6月13日、マサチューセッツ植民地議会は、ニューハンプシャー植民地エクセターの安全委員会からの休止によって以下の情報がもたらされた。とあるニューハンプシャーの信頼に足る紳士がボストン滞在中に、イギリス軍の指揮官たちはドーチェスターとチャールズタウンを占領する作戦を立てているという話を漏れ聞いた。6月15日、 マサチューセッツ安全委員会は、さらなる防御線を構築する必要性があると判断した。ウォード将軍は、イスラエル・パットナム将軍に、チャールズタウン半島、特にバンカーヒルに防御工作を行うよう指示した。バンカーヒルの戦いにおける、大陸軍の配列6月16日夜、大陸軍のウィリアム・プレスコット大佐が1200名の兵士を率いて半島に上陸し、 ボストンに向けて、大砲を放てる陣地を構築することを目指した。この部隊は、プレスコット、パットナム、ジェームズ・フライ及びエベネザー・ブリッジの、各連隊からの兵士で構成されていた。はじめのうち、パットナムとプレスコット及び、公兵士官のリチャード・グリドリー隊員は、どこを、防御地点とするかについて意見が相違した。バンカーヒルでいくらか工事をしたが、ブリーズヒルがボストンに、 近く、より防御に適しているように見えたので、元々の命令には従わず、最初の堀をそこに作ることに決めた。プレスコットの舞台は、グリトリーの概要図を使って一辺が130フィートのの、正方形の堀を作り、溝と土壁も作った。壁の高さは6フィートあり、その内側に木製の踏み台を置いて、壁越し20を打てるようにした。 ブリーズヒルの工事はイギリス軍に気づかれた。どうや、偵察に当たったクリントン将軍がそれを発見したのである。クリントンは夜明けにその陣地を攻撃する準備をする。必要があるとして、ゲージとハウを説得しようとした。イギリス軍将兵も工事に気づいていたが、警戒すべきだとは思わなかった。夜明け前の4時頃 フリーゲート艦リブリーの将兵が新しい砦を認知し、艦長に知らせた。リブリーが砲撃を始め、一時的に大陸軍の工事を止めさせた。イギリス海軍の機関サマセットに座城していたサミュエル・グレーブステイトクは命令した覚えのない砲撃により目を覚まし、彼は砲撃停止命令を出した。だが、ゲージ将軍はその朝に状況を理解し、その命令を取り消させた。 彼は校内にある全128門の大砲に加え、コップスヒル砲台の大砲で大陸軍の陣地を砲撃するよう命じた。しかし、漢方は砲弾を大陸軍陣地に届かせられるくらい上を向くことができなかったので、ほとんど効果を得られなかった。大陸軍のプレスコットは日の出とともに、捕類が容いに両側面を突かれるという重大な弱点に気づいた。彼は、 ホルイの西側まで追加工事を行うには人手が足りないと判断、即座に兵士たちに丘から東に走る強壁を作り始めるよう命令した。イギリス軍の将軍たちが集まって対応策を検討した際、クリントン将軍はできる限り早く攻撃することを進めた。いわくチャールズ・タウンネックから攻撃すれば大陸軍の大老たち、 捕虜に残ったものを植えさせてから占領に行けば簡単になると。しかし他の三人の将軍はこれに反対した。ハウはこの中では上級将官であり攻撃を率いることになっていたが、あの丘は開けていて登りやすくすぐに制圧できるという意見だった。バーゴイン将軍も同意、訓練されていない右号の州に訓練された軍隊が負けるわけがないと主張した。そして、 遠征隊準備の命令が発せられた。海峡を隔てたボストンには、ゲージ将軍とその参謀、及び、王党派のアビジャー・ウィーラードがいた。望遠鏡で覗くと、ウィラードの義兄弟である、プレスコット大佐が見つけられた。ゲージが、彼も戦うのか。と尋ねると、ウィラードが、彼の兵士については答えられないが、きっと、プレスコット大佐は、地獄の門に至るまで、 あなたと戦うでしょうと答えた。プレスコットは、ウィラードの言葉通りに動いたが、彼の部下達まで同じ覚悟ができているわけではなかった。ある若い兵士、ビレリカ出身が砲撃で死ぬと、プレスコットはその死体を即座にしかも静かに埋めるよう命令した。しかし部下達は厳粛な葬儀を行い、そのすぐ後に何人かが脱走した。 イギリス軍は不評を集めて越兵するまでに6時間を要した。ハウ将軍が攻撃部隊を引き、大陸軍の左翼を回って後ろから攻撃することになった。イギリス軍左翼のロバート・ピゴット巡将が正面から捕類を攻撃することとした。ジョン・ピト・ケアン少佐が予備隊を引いた。ハウの軍隊約1500名を朝廷で半島の東、 スミムールドンズポイントに運ぶのに何度か往復し、また時間を要した。午後2時までにハウのえりすぐれた聖兵が上陸した。しかし川を渡る間にハウはバンカーヒルの上に大勢の大陸軍兵士がいることに気づいた。ハウはこれが大陸軍の援軍であると考え、即座にゲージに当てて、さらに援軍を要請する伝言を送った。続いて、警布票のいくらかに、 半島の東側に沿って、前進、陣地を取るように命じ、大陸軍に、その意図を知らせるようにした。兵士たちは援軍を待つ間、座り込んで食事を取った。イギリス軍の第一次攻撃。着色部が、岡イギリス軍の準備行動を見ていた、プレスコットも、援軍を要求した。援軍の中には、マサチューセッツ安全委員会の若く人望のある、指導者、ジョセフ・ウォーレンと、 年取ったマサチューセッツ民兵隊の指導者、セスポーメロイがいた。二人とも召喚に任じられていたが、不評として戦う道を選んだ。プレスコットは、ノールトン単員率いるコネチカット軍に左翼を守るよう命じた。そこは、教壁として間に合わせの土壁があり、上部には、サクと干し草で折っていた。 彼らはこの土壁とプレスコットの強壁の間に3つの小さな V 字型の残豪をも構築した。この側面を補強するために到着した部隊は、第1及び第3ニューハンプシャー連隊の約200名であり、ジョン・スターク大佐とジェームズ・リード大佐が指揮していた。スタークの部隊は、ハウがその部隊を上陸させた後に到着し、ハウがすぐに攻撃を仕掛けておればその利点を生かせたで、アロー。 防御の隙間を埋めるために、大陸軍人地の北端にある兵に沿って陣取った。艦長となり、半島の北に流れるミスティック川沿いに隙間ができたので、スターク隊はすぐにその海岸の水際まで石を使って壁を伸ばした。スタークが壁の全約100フィートに杭を立て、イギリス兵がその杭より前に来るまで銃を撃つな、と命令した。戦闘に入る直前に、 さらに援軍が到着した。これには、ブルーアー、ジョン・ニクソン、ベンジャミン・ラクグルズ・ウッド・ブリッジ、モーゼス・リトル各大佐及び、ムーア・少佐のマサチューセッツ連隊の一部が含まれ、さらにキャレンダーの砲兵中隊もいた。大陸軍前線の背後は混乱していた。戦闘に派遣された多くの部隊がケンブリッジから、チャールズタウンネックを通過する前に進軍を停止していた。ここは、 南の砲台からの砲撃に常にさらされていた。バンカーヒルに到着した部隊もいたが、そこからどこに行くべきかがわからず、あたりをうろうろしていた。この場を目撃した者の一人は、混乱がひどくなるばかりで指揮は行われていないように見えたと記した。パッドナム将軍が現場に出て事態を収集しようとしたが、部隊の指揮官の多くは命令を誤解したか従わなかった。 バンカーヒルへの第二次攻撃後後3時までに、第47不評連隊と第1海兵隊を含むイギリス軍援軍が到着し、前進する用意が整った。ピゴット巡将の部隊は、チャールズタウン集落のすぐ南に集結して、狙撃兵の重火で犠牲を出しており、ハウはグレーブス提督に狙撃兵を一掃するよう求めた。そうなることを予想して準備していた。 グレーブスは集落に向けて、焼夷弾を発射するよう命じ、続いて、町に火をつけるために上陸部隊を派遣した。風向きの具合で、煙が戦場に届かなかったので、チャールズタウンから流れ出た煙があたかも戦闘の背景幕であるかのようにかかっていた。ピゴットは、第5、第38、第43、第47、第52不評連隊、よび、 ピトケアン少佐の海兵隊を指揮しており、ホルイへの襲撃を行う、見せかけの行動をとった。しかし、チャールズタウンの狙撃兵から急がされ続けていたので、ハウの前進部隊に起こったことを見た時に交代を命じた。ハウ将軍は、スタークの到着したばかりの部隊ならば容易に対処できると考え、警府標中隊と敵団兵中隊を率いて、大陸軍左翼に襲撃した。 彼は、狭い海岸に沿って、大陸軍の最左翼に対して、軽府標を配置し、敵岩兵を中央に配置した。スカーレットレッドの上着に身を包んだ士官に先導され、府標は、横数百、縦四列に体系を組んだ。イギリス軍が近づくと、ニューハンプシャーの兵士ジョン・シンプソンが命令に従えずに、あまりに早く発砲し、イギリス正規兵からお返しの一斉射撃を受けたが、 これも無効だった。イギリス軍が射程距離に入った時に両軍が先端を開いた。大陸軍病は壁を使ってそのマスケット銃の狙いを安定させ、また射兵があったため、イギリス軍に大きな損害を与えることができた。このマスケット銃攻撃で壊滅的な打撃にあったイギリス軍は3を乱して後退し、大陸軍民兵隊はその陣地を守った。 イギリス軍は戦場で隊列を整え直し、再度前進を開始した。今回はピゴットの部隊が陽動ではなく、ハウの部隊の支援なしでホルイへの攻撃を行うこととなった。ハウは海岸に沿ったスタークの陣地に前進する代わりに、柵に沿った陣地にあるノールトンの部隊に向けて前進させた。第二次攻撃の結果は第一次のものとほとんど同じになった。 イギリス軍観察者の一人は、我々の敵団兵と、警府票の大半は、一瞬のうちにその4分の3を失い、また多くが、その10分の9を失った。ある渋滞では8名か9名しか残っていないものも、あった。と記した。ピゴットの物体も捕類に対してなす術もなく、再度交代が命じられた。一方大陸軍の後方では相変わらず混乱が、続いていた。 パットナムは、ホルイア防御船の部隊を支援するために、バンカーヒルから、ブリーズヒルに援軍を送ろうとしていたが、ほとんど成功しなかった。バンカーヒルへの、第3次かつ最終攻撃ギリス軍の後方も、いくらかの混乱状態にあった。動ける負傷兵は、上陸地点まで下がっていき、船でボストンへ送り返されたが、戦場に横たわったままの負傷兵は、痛みで埋めたり叫んだりしていた。 ハウ将軍は再度攻撃する決断をし、ボストンのクリントン将軍に援軍を要請する伝言を送った。第1次と第2次の攻撃を観察していたクリントンは、第2海兵隊と第63不評連隊から約400名を派遣し、さらに自身も部隊の指揮を上げるためについていった。新しく送った予備隊に加えて約200名の負傷兵を説得して、 第3次攻撃に加わらせた。第2次と第3次攻撃の間にパットナム将軍は部隊を攻撃に向かわせるようとした。いくつかの中隊と指揮官のいない集団が戦闘現場に移動したが、一部はそうせずに撤退した。コネチカットのジョンチェスター隊は一個中隊が後退してくるのを見とがめ、自分の中隊にマスケット銃を構えさせてその中隊を止めさせた。 その中隊は展開して戦場に戻った。イギリス軍の3回目の攻撃が行われた。今回は大陸軍の側面に陽動攻撃をかけつつ、ろいに集中攻撃して成功した。ただし、大陸軍は再度イギリス軍の隊列にマスケット銃弾を振り注ぎ、ピトケアン少佐の命を奪った。防御側は弾薬が突きかけていたので、戦闘は接近戦に変わった。 イギリス軍は銃剣をつけていたが、大陸軍のマスケット銃には、ほとんどついていなかったので、歩類に入ってしまえば、イギリス軍は有利だった。プレスコット大佐は、歩類から脱出した最後の方のものになったが、通常は儀式用でしかないサーベルで何とか銃剣の攻撃を、かわした。ジョセフ・ウォーレンが戦死したのはこの歩類からの、撤退時だった。大陸軍の大半は、 半島からうまく撤退できた。これは、ジョン・スタークとトマス・ノールトンが、丘の方位を防ぎ、柵に沿って、部隊を退却するように統制したのが一部聞いていた。バーゴインが、逃亡ではない。勇敢で、軍事的な技術で、援護されてすらいたと表現したように、その規律正しい撤退は、効果的だったので、負傷兵の大半も救われた。イギリス軍に捕まった兵士の大半は、 致名傷を追っていた。パッドナム将軍は、バンカーヒルで部隊の立て直しに努めたが、大陸軍の交代が急だったので、大砲や工作用の道具は放棄された。大陸軍の損失の大半は、バンカーヒルへの撤退時に受けたものだった。午後5時までに、大陸軍は、チャールズタウンネックを抜けて、ケンブリッジの防御を施した地点まで撤退し、イギリス軍が半島全体を支配した。 バンカーアヒル記念統制官社の一人、ラルフ・ファーンハムイギリス軍は陣地を占領こそしたものの、損害は大きかった。226名が戦死し、828名が負傷、合計1054名を損失した。しかも、損害の中に占める士官の比率が高かった。独立戦争全体でも、一つの戦闘でこうむった、最大の損失となった。クリントン将軍は、 ピュロスの勝利を想起し、このような勝利を繰り返していたら、イギリスのアメリカ支配は終わってしまうと日記に記している。イギリス軍の戦死者と負傷者の中には、100人の士官が含まれており、北アメリカにいたイギリス軍の中で、かなりの比率を占めるものだった。ハウの野戦参謀もその大半が死傷した。ピトケアン少佐が戦死し、ジェームズ・アバークロンビー中佐は致命傷を負った。 ゲージ将軍は戦闘後の報告書で、士官の損失を次のように報告した。大陸軍の損害は約450名、そのうち140名が戦死した。大陸軍の損害の多くは撤退時に発生した。大陸軍の士官クラスでは、戦死した中で最も位が高かったのは、軍機上、アンドリュー・マクラリー少佐であった。彼は、チャールズタウンネックで砲弾を受け、 この戦闘で最後の死者になった。彼の功績を記念してメイン州キタリーにある砦がマクラリー砦と名付けられた。ジョセフ・ウォーレン博士が戦死したことは愛国者側にとって大きな損失だった。彼はマサチューセッツ湾植民地会議の議長であり、6月14日に少々に指名されたばかりだった。3日後の6月17日の戦闘時、その任官は まだ有効ではなかったため、志願兵卒として従軍していた。また30名が捕虜となり、その大半が重傷を負っていて、うち20名は戦闘後に死んだ。大陸軍は工作用ショベルなど多くの道具を失い、半島に持っていった大砲は6門のうち5問をなくした。この戦闘の知らせが植民地中に伝えられた時、大陸軍は陣地を敵に奪われ、少なからぬ損失を出したので、 大陸軍の敗北と伝えられた。大陸軍の新しい指揮官として、ボストンに向かっていたジョージ・ワシントンは、ニューヨーク市にいる間に、戦闘の知らせを受け取った。その報告は幾分不正確な損失数を含むものであり、ワシントンは、自軍が戦争に勝てるかもしれないという期待を抱かされた。我々は、一つの悲しい事実を知った。もし、 アメリカが我々と同じくらいうまく指揮をとっていれば、その兵士は我々と同じくらい優秀である。ボストンのイギリス軍士官バンカーヒルの戦いの後に、マサチューセッツ安全委員会は、レキシントンコンコードの戦いに続いて得た勝利宣伝を繰り返したいと考え、戦闘の報告書をイングランドに送らせた。しかしこの報告書の到着は、 ゲージの公式報告書がイングランドに届いた7月20日より遅れた。ゲージの報告書は案の定、トーリーとホイックの間に摩擦と議論を読んだが、損失の大きさのために、軍事的な立て直しの必要性が叫ばれ、多くの者に植民地の軍事力について再考させることになった。国王ジョージ三世紀の植民地に対する態度は高下し、 大陸会議が提出していた最後の政治的和解の試みであるオリーブの枝成分を拒否させることになった可能性がある。多数派通り党のサー・ジェームズ・アドリファス・ウートンは植民地のダートマス伯爵にあてて苦痛を味わうのが早ければそれだけ彼らに対する早く生み出されることになる。血を流すことは彼らを止める材料になる。と書き送った。 ゲイジの報告書が届いてから1ヶ月後、反乱と扇動の鎮圧の宣言が発された。イギリスの姿勢が降下したことで、特に南部植民地で以前は弱かった反乱への支持を独立に向けて固まらせることにもなった。ゲイジの報告書は彼自身の経歴にも大きな影響を与えた。その報告書が届いてから3日後には、その解任が決まった。ただし、 ハウ・将軍がその光景になったのは10月になってからだった。ゲイジがイギリスの内閣に提出した別の報告書は彼らを鎮圧するには大軍が必要であり、それを行うには外国人部隊を雇う必要があると以前の警告を繰り返すものだった。戦闘終了後、いかに戦闘が行われたかについて多くの論文が執筆されてきた。両軍ともに 戦いの結果を変えたであろう。戦略と戦術の誤りを犯していた。後からの判断は偏見を与えることが多いが、当時の指揮が及ぶ、範囲内にあったと、合理的に考えられるものがいくつかは、はっきりしている。パットナムの死後、ディアボーン将軍は、ザポートフォリオで、戦闘の記述を出版。パットナム将軍が大河と臆病であり、援軍の派遣に失敗したと主張。ディアボーン。 パットナム論争を引き起こした。多くの人々はこの悪意を持った攻撃に驚き、ジョン・アダムズやアビゲイル・アダムズなどの有名人がパットナムを弁護した。ディアボーンによる攻撃が注目を集めたのは彼自身が論争の過中にあるためだった。彼は1812年戦争での判断ミスにより指揮官を解任されており、またジェームズ・モンロー大統領により戦争省に指名されたが、 アメリカ合衆国上院に否決された。バンカーヒル付近の昔の地図大陸軍は全体としてウォード将軍の指揮下にあり、野戦ではパットナム将軍が指揮したが全く独立して行動することが多かった。このことは戦略的結果を生んだ戦術的判断がなされた戦闘初期の段階には明らかだった。プレスコット大佐とその参謀たちはバンカーヒルではなく、 ブリーズヒルの防御を固める決断をしており、これは明らかに命令違反だった。ブリーズヒルの防御を固めることはより挑発的であり、ボストンに近い位置に大砲を置くことにつながっていた。また、プレスコット隊はイギリス軍が上陸し、チャールズタウンネックを占領することに対し適切に防衛できなかったであろうことから、その部隊は身動きが取れなくなる可能性があった。もし、 イギリス軍がこのような段階を踏んでいれば、より少ない損失で勝利した可能性があった。大陸軍の前線の管理が良かった一方で、その後方は特に戦闘が始まった後にかなり乱れており、これは少なくとも指揮系統のつながりがまずかったためだった。民兵隊のうち、ウォードとパットナムの指揮下に行動した部隊はごくわずかであり、イギリス軍の 第三次攻撃に対して守備側に加わると命じられたにもかかわらずそれに違反してバンカーヒルに止まった指揮官もあった。幾人かの士官は軍法会議にかけられ罷免された。プレスコット大佐はその捕類が援軍で補強されるか弾薬が補充されていればイギリス軍の第三次攻撃も撃退できたという意見だった。一方イギリス軍の指揮官たちは ブリーズヒルの工事を発見してからの行動が遅かった。攻撃の準備が整ったのは、リブリーが最初に砲火を浴びせてからおよそ10時間経った午後2時だった。この緩慢な反応によって、大陸軍の防御が足りていなかった、陣地側面の強化を行う時間を与えてしまった。ゲイジとハウは、敵陣地に対する正面攻撃が簡単なことだと判断したが、包囲する動きをしておれば、 より完全な勝利を得たことであろう。このような動きについては、大陸軍がケンブリッジの高地からの大砲でチャールズタウンネックを守ろうとすることができたので、危険性がないわけではなかったが、イギリス軍の指揮官たちは過度に楽観的であり、植民地軍を破るにはニコ連隊で十分と考えていた。バンカーヒルへの攻撃と燃え上がるチャールズタウン、ロッジ作。ハウは戦場に立つと、 ホルイに焦点を当てるのではなく、その左翼に対して二度までも、側面攻撃を行うことでホルイに対する、攻撃体を弱める選択をした。側面攻撃が単に陽動行動となったのは、第三次攻撃になってからであり、この時主力が、ホルイに対して正面から攻撃し、成功した。イギリス軍は半島を制圧した後、戦術的に有利であったためケンブリッジを、 圧迫することができ、実際にクリントン将軍がこのことをハウに提案したが、ハウは3回の攻撃で大きな損失を出していたのでその考えを却下した。その後ハウは植民地の軍事指導者たちからその損失に対して意思決定をためらうものと認識されるようになった。1776年のロングアイランドの戦い後にもハウはワシントン軍を屈服させられるだけの有利な 情勢であったが、やはりそれ以上の行動を拒んだ。歴史家のジョン・イー・フェーリングは、もしゲイジ将軍がイギリス艦隊でチャールズ・タウンネックを確保して、大陸軍を本土から切り離していたら、実際よりも、はるかに少ない損失で勝利できたと主張した。しかし、ゲイジは、歴史ントン・コンコードの戦いの後に報復しようとしたことと、植民地の民兵が訓練を受けておらず簡単に、 勝利できると考えて正面から襲撃した。名高い命令である敵の目の白いところが見えるまでは、撃つ名はバンカーヒルに関する逸話で語られることが多い。しかし、誰がこの命令を出したかは不明であり、証言者によって、パットナムであったり、スタークであったり、プレスコットあるいはグリドリーであったりする。またある者が言って、他の者が繰り返した可能性もある。またこの時に、 初めて発言されたものでもない。似たような表現は1743年6月27日のデッティンゲンの戦いで発言されており、この時、ロックノーのアンドリュー・アグニュー・チューサーがそのロイヤル・スコッツ、フュージリア連隊に彼らの白目を見るまでは発砲するなと警告した。この表現は1745年に、プロイセンのカール王子が使い、1755年に、 フリードリヒ大王が繰り返し、植民地の軍事指導者たちが親しんだ歴史の中で言及されてきた可能性があった。この戦闘で実際にこの言葉が言われたかはともかく、弾薬が限られている状況であるため、植民地の軍事指導者たちが大きな効果を得られるであろう。瞬間まで発砲を控える傭兵士たちに常に覚え込ませていたのは明らかである。ジョーン・トランブルの絵画によれば、この ニューイングランドの旗が戦闘の間、植民地人によって傾向されていた。バンカーヒルの旗とも呼ばれる、この旗も戦闘と関連がある。この戦闘にはかなり多くの著名な人物が参戦していた。例えば、ヘンリー・ディアボーンやウィリアム・ユースティスであり、彼らは軍隊と政治で結出した経歴を残すことになった。どちらも会議、内閣及び外交で地位を得た。その他に、 ジョン・ブルックス、ヘンリー・バーベック、クリスチャン・フェビガー、トマス・ノールトーン及びジョン・スタークは戦争のその後の戦闘で有名を馳せた。スタークは1777年のベニントンの戦いでの功績で、ベニントンの英雄として知られた。他にもアフリカ系アメリカ人もこの戦闘に参加しており、例としてバージライ、ルー、サーレムプア、ピーター・サーレムがいた。他に、 著名な参戦者としてダニエル・シェーズがいる。彼は後にシェーズの反乱で抗議軍を率いたことで有名になった。またウィリアム・ステイシーは独立が達成された後でオハイオ領土の開拓の重要な指導者になった。イズラエル・ポッターはハーマン・メルビルの小説イスラエル・ポッターその追放の50年間で普及の名声を与えられている。 マサチューセッツ民兵隊のジョージ・クラックホーンは、この戦闘で膝に銃撃を受け、戦後にフリーゲート艦コンスティチューションを建造した。下記のイギリス軍士官は、バンカーヒルの戦いで戦死するか、その時の傷が元で後に死亡するか、あるいは負傷死後に回復したと考えられる。このリストは完全なものではなく、イギリス軍士官の損害比率の高さを示すものである。ジョン・トランブルの会が、 バンカーヒルの戦いにおける、ウォーレン将軍の死は、ウォーレンの戦死について理想化され、不正確な描写ではあるが、戦闘に参加した多くの者たちを描いている。捕類を攻撃したイギリス軍士官の一人、ジョン・スモールは、イズラエル・パットナムの友人であり、トランブルの知人でもあった。スモールはウォーレンを抱きかかえ、イギリス兵が銃剣で襲いかかるのを防いでいる。他には、 アンドリュー・マクラリーも描かれている。ブリーズ・ヒル戦場後のバンカー・ヒル記念塔は高さ220フィートのオベリスクである。戦闘から50周年にあたる1825年6月17日に記念碑の祖石がラファイエット公爵によって据えられ、ダニエル・ウェブスターが演説を行った。1834年にラファイエットが死去するとパリのピクプス墓地で妻の隣に埋葬されたが、 息子のジョルジュがバンカーヒルの土をその上に撒いた。2003年に観光したレオナード・ピー・ザ・キム、バンカーヒル記念橋はバンカーヒル記念塔を想起させるように設計された。記念碑の側にはプレスコットの銅像もあり、兵士たちを落ち着かせる時の有名なポーズをとっている。アメリカ合衆国国立公園局が記念碑に近くこの戦闘に捧げられた博物館を運営しており、 ボストン国立歴史公園の一部にもなっている。2007年に博物館が改修された時に戦闘のサイクロラマが追加された。ウィリアム・プレスコットの彫像チャールズタウン毎年6月17日に祝われる。バンカーヒルの日は、マサチューセッツ州サフォーク郡およびミドルセックス郡サマービルの法廷休日である。サマービルのプロスペクトヒルは、 チャールズタウンネックを見下ろす植民地時代の砦があったところであり、以前はチャールズタウンの一部だった。ボストン市内にあるマサチューセッツ州の高等教育公立機関など、州立の施設もこの祝日を祝っている。2010年時点で、衆議会はバンカーヒルの日と解放記念日を削除する議論を行っている。1875年6月16日と17日、 戦闘から100周年が祝われ、軍隊のパレードとレセプションがあった。この時の著名な発言者には、ウィリアム・シャーマン将軍やヘンリー・ウィルソン副大統領がいた。国中から多くの高官も出席した。1925年の150周年、1975年の200周年も記念行事があった。ありがとうございます。